ジュリエット・ペルシア、それが俺の好きな人の名前だが、この恋は決して叶わない。なぜなら彼女は俺の宿敵だからだ。俺たちが通うダリア学園には2つの国の生徒が集い、2つの寮に分かれていた。俺がリーダーを務めるブラックドギーハウス、そしてヘルシアがリーダーを務めるホワイトキャットハウスだ。隣り合う両国は敵対関係にあり、もちろん寮同士も対立していた。ペルシアは俺が倒す。お前ら手を出すんじゃねえぞ。本当は戦いたくなんてない。本気できなさい犬塚。ふん、女相手じゃ本気出せねえんだよ。犬塚ロミオ、そうやっていつもバカにして。ちょっとあなたたち、学校内で喧嘩禁止って言ってるでしょ。じゃあもうさっき来たやめ。なんでもう、くそ、どうすればいいんだ。どうすればペルシアは俺に振り向いてくれるんだろう。思い切って告白してみるか。いや待て、ダメだ。失敗したら俺は学園にいられなくなる。とりあえず探りを入れてみよう。はっ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 。ふう、今日はここまで。そろそろ帰ろうかしら。あ、やっぱり可愛い。この気持ちを伝えたい。あ、てや、あれ。ずいぶんお高く止まってんじゃねえか、ペルシアさんや。でもお前も所詮女だろ。いつもは犬塚の野郎に全て手柄を取られちまってるが、今日はこの俺がボッコボコにしてやるんや。ずいぶんと汚い言葉遣いね。さすがブラックドギーだわ。でも私を甘く見てもらっちゃ困るわよ。誰も素手で戦うなんて言ってねえよ。これでもくれ。ああ、何これ、目が見えない。ホワイトキャットのリーダーもこんなもんか。これでとどめを出してやる。俺、おい、なんだよ、スカイ。この女を倒すのはこの俺だ。手を出すんじゃねえ。ああ、いつもお前ばっかりずれいんだよ。ちょっとどいとけやろ。何、人が来て。今日とかここまでしてやる。あれ、ってなんだこの反応。まさか俺が襲ったと勘違いしてる。あ、言っとくけどそういうつもりじゃないよ。いや、ちょ待って。はあ、完全にペルシアに嫌われた。なんだこれ。犬塚ロミオ、今すぐ黒板の前に来て話したいことがあるの。バイペルシア。なにこれ、果たし状かな。よく来たわ。まずは一つ聞きたい。さっきあなたは私を襲ったの？それとも助けたの？襲ったとしたのなら決闘申し込むわ。でも助けたとしたのならなぜ？あなたは私の敵でしょ。なぜって、お前が好きだからなんて言えねえし。もし助けた理由が単なる同情だとしたら、それは私にとって襲われるのと同じぐらい辛い。だって犬塚は私にとってライバルだから。あなたに弱いと思われるのだけは耐えられない。そんなことねえよ。嘘よ。だっていつも攻撃は手加減するし、喧嘩だって遠ざけようとするじゃない。それってバカにしてるからでしょ。まさかあの時泣いてたのはそういう理由だったのか。俺はペルシアの気持ちなんて考えてなかった。守ってたつもりが実は傷つけていたんだな。わかった、俺の本気を見せてやる。俺と決闘しろ。ありがとう、私の気持ちを汲んでくれたのね。あなたの本気見せてちょうだい。こうなったら腹をくくって
俺の本気のこの一撃に込めて、うわー、好きだ、付き合ってください。は、これが俺の本気なんだよ、ずっと前から。何言ってるの、大事な勝負の最中なんだからふざけないで。ふざけてない、今まで本当に好きだったから戦えなかったんだ。でも私たち敵同士よ。だからずっと言えなかった。俺はお前といられるならこんな世界変えてやる。うるさい。何すんだよバカ。そんな大されたことあなた一人でできるわけないじゃない。だから一緒に私も手伝ってあげる。え、それって付き合ってあげるから。だから世界が変わるところを見せてちょうだい。うん、こうして俺たちは秘密の恋人となった。でもはい、ということでですね、今回は寄宿学校のジュリエットという漫画を再現してみました。はい、どうだった2人でやってみて。いやーね、強い女の子がね、うん、最後付き合ってあげるからって言われたシーンがマジでちょっとドキッとして。あ、本当に。うん、いやだってあのそこからがあの物語がもうこれまだもう超序盤の序盤だから、うん、じゃあめっちゃ続き気になるね。そうでしょ、うん、なんかでもさ、うん、そのめっちゃアニメでさ、アニメてかそう本で可愛い女の子なわけじゃない、うん、その女の子がその見た目と中身のギャップというか、あ、すごく強いっていうのがめちゃくちゃいい。あ、好きなんだ、それ、うん、大好き。で、二人はね、ちょっと気になってると思うんだけど、はい、実はこの漫画はね、10月からアニメも始まるんだって。おお、もう始まるじゃん。ということで、気になった方はぜひぜひそちらのアニメもチェックしてみてください。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファーしたのか。